これから株式会社 iAccess の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは会社のメイン業務と強みを教えてください。はい、弊社の強みは弊社で AI のエンジンおよびプラットフォームの開発をしております。通常はですね、ソフトウェア開発会社として、銀行系のアプリケーションも作っておりますし、あと通信系のいろんなお仕事もさせていただいております。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品とその製品の強みを教えてください。はい、今回はイントレスという医学論文を人間に代わって読む AI を持ってきました。この AI は AI の自然言語処理技術ということを応用しておりまして、 PubMed 上にあります3500万件これを教師データとして学習した AI になっております。これを使うと1個の医学論文を読まずとも今の最新の医学研究のトレンドがどうなっているのか、何がトピックなのか、どの情報が一番重要なのか、これを即座に一つの画面で判断することが可能になっております。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、弊社はデータサイエンスに関わるソフトウェア開発、ここに強みを持っておりますので、もし何らかの課題解決を行いたいということがあれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。あと AI に関わりますいろんな業務プロセスの改善ですとか、そういった効率化、いわゆる DX 化ですね、こちらに関しましても強みがありますので、ぜひご興味がある方はお問い合わせいただければと思います。ありがとうございます。以上、株式会社 iAccess の紹介でした。